はいどうも峰島です。昨日鴨頭義人に対して元日本マクドナルド社長の原田栄光さんが動画の中で言及しておりました。マクドナルドのブランドも守らなきゃいけない、それから自分のブランドも守らなきゃいけない、マクドナルドイコール鴨頭義人ではない、原田栄光が一番買っていた社員は鴨頭義人ではないと、そういうことを言ってました。それに対してですね、立花隆さんが動画で言及しております。オープンチャットの方でこれをまとめてる方がいたんで、これを読み上げていきたいと思うんですけども、原田栄光氏が鴨頭の発言に対して明確に嘘と発言しており、鴨頭のこれまでの話と相違するため、鴨頭氏はすぐに見解動画を出すべき、鴨頭氏は自分自身の経歴の中でマクドナルドのトップである原田栄光氏に一番の男としてその実力を買われているという点をアピールポイントに挙げており、そこが嘘となると信用問題という話になる。鴨頭氏の発言が嘘となれば焼肉マフィアのフランチャイズオーナーである堀江貴文氏の信用や評判を落としかねない。鴨頭氏の発言が嘘となると非常に危ない。鴨頭氏を警戒しないといけない。直ちに原田栄光氏や動画について説明の動画を上げるべき。立花氏を信頼しているから鴨頭氏の動画に行き着いた、または鴨頭氏を信頼することをしたという人も一定数いると思われ、今回の問題を危惧している。焼肉マフィアは焼肉屋というよりはホストクラブのよう、ガチャガチャ煩わしく落ち着いて食事できる場所ではない。シャンパンを開けるように促され、意思を明確にできない人は高額なシャンパンを開けざるを得ない雰囲気。立花氏は明確に断ったということで、こんな話をしてますよっていうことですね。僕はですね、立花さんとコラボ動画を1回撮っていて、実は2日間立花さんとお会いしたことがあります。1日はそのコラボ動画を撮って、その後軽く飲みに行ったんですよ。もう1日はゴルフをやったんですね。なので2日間立花さんと話したんですけども、そこで分かってくるのがですね、立花さん堀江さんのこと大好きなんですよ。多分ですけど、この騒動も初期の頃から見てるんじゃないかなと思うんですよ。不正通報したりとか、そういうところも。これ分かんないですよ、僕の予想で話してます。一番立花さんが問題視してるところっていうのは、堀江さんにこの騒動が降りかかるかどうかっていうところ。今回だから鴨頭義人の発言、僕は原田さんに一番買われた男なんだよっていうところを講演会でずっと言っていて、それが原田さんは嘘だと断言してるわけなんですよね。それが嘘だったっていうことを、なんだ、嘘つきのフランチャイズオーナーが堀江さんの和牛マフィアの系列店にいるのかと、これが一番立花さんが危惧してるところなんじゃないかなと僕は思うんですよ。もう大好きなんですよ、本当に。食事しててもゴルフ回ってても堀江さんはねっていうことをずっと言ってくるんで、僕に、あ、この人すごい堀江さんのこと大好きなんだなっていうのは伝わってくるんですね。今回元日本マクドナルドの原田栄光さんが鴨頭は嘘ついてるということを断言して言っちゃってるんで、確かにこれはね、動画なりなんなりで説明しないと大問題に発展すると思います。まあ、それをハロー効果として、俺はマクドナルドですごい社員だったと、原田さんにも認められてたと、原田さんに一番買われてた人間だということを言って、講演会とか高額なセミナーとか高額な情報商材みたいなのも売ってます。じゃあそれがなかったらどうなのって話になってくるんですけども、過去に竹原孝樹が Google の社員だって言って業務委託だったっていう話だったんですけど、あれでも竹原孝樹の場合は実際 Google で働いてて、それが社員なのか業務委託かっていうだけの違いだと思うんですね。今回確かにマクドナルドで働いてたかもしれませんけれども、俺は一番だみたいな、一番買われてたっていう、社長から買われてたって、これはね、業務委託か社員かよりももっと大問題だと思うんですよ。それをずっと言ってたということで、だからこの問題に対してはだんまりを決め込むのか何か説明をするのか、立花さんとしては堀江さんに影響が及ぶんじゃないかということで今回は動画を上げてると思うんですけども、だったら説明した方がいいよねっていうことで上げてると思うんですけども、まあ鴨頭の性格を見ると何の動画もアップしないと思いますし、説明もしないと思います。まあよくぞこのタイミングで立花隆はよく言ったと僕はそう思ってますけれども、原田さんのね、これから後半部分で鴨頭を吉人に物申すっていうことで動画上げるよって言ってましたけれども、これは大注目ですね。何を言ってくるのか。ちなみに立花さんと原田さんの動画は概要欄の方貼っときますんで見ていただければと思います。立花さんもずっと騒動のその不正通報から始まった一連の流れは見てると思うんですね。さすがに原田さんが嘘ついてるって言い始めたんで言及しようかなっていうところで今回は動画上げたと思うんですけども、やってることは鴨頭義人完全におかしいんで、また動きがありましたら僕もこのことについては動画上げていきたいと思いますので、チャンネル登録お願いします。それじゃね。